こんにちは、現役看護師のシロです。今回は前回の続きのうつ病になった話をしていきたいと思っています。私は大学病院に入職してうつ病を発症し、自殺まで考えました。皆さんは病んでいませんか？大丈夫ですか？私は先輩、上司、同期に対して大丈夫大丈夫と毎日言っていて、気がついた時にはうつ病になっていました。本当はとても辛くてしんどかったのに、自分が強がりを言ってしまったせいで、どん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 自分自身を追い詰めていきました。でも看護師さんってそういう人多いと思います。人のことは気になるんだけど、自分のことはおろそかになってしまう、そういう人結構多いと思います。私もそちら側でした。さて本題に入るのですが、私がうつ病になってから彼女や家族、弟がどのように助けてくれたか話していきたいと思います。私はうつ病になるまで心配をかけたくないという気持ちから、弟や家族に対してしんどい、やめたいなどは一度も言ったことはありません。私はうつ病の診断が出てからまず母親に電話をしました。ごめん、うつ病になったわ、そう伝えると、母親はそっと、大丈夫、生きていればなんとかなるからと言ってくれました。そしてその後弟に電話をしました。兄貴大丈夫か？最初の一言がこれでした。その後、一人で抱え込まずに俺とかに相談しろよ、大丈夫やから。私にとってはとても意外な反応でした。家族に伝えた時、もっと頑張れよ、いやまだ1年目だろと言われていくと思いました。しかしそういった反応はなく、私自身の体をとても心配してくれたのです。そして彼女に報告しに行きました。実は休職することになってと伝えると、彼女も大丈夫と声をかけてくれ、やめてもいいんだよ、続けるのもすごいことだけど、やめて次のところで頑張るっていうのも一つの手だと思う、私はどういった結果になっても必ずついていくから、応援してるから、あなたなら大丈夫だよ、そのような声をかけてくれて、気がついた時には涙が出ていました。私はその日から彼女や家族に対して相談をよくするようにしていきました。結局のところ退職をしたのですが、今思えば退職してよかったなと考えています。自殺の準備までしていたんですが、そのことは彼女、家族には伝えていません。皆さんに伝えたいことは、周りに誰か助けてくれる人が必ずいます。家族でも彼女でも友人でも誰でもいいんです。その人に一言言ってみてください。しんどいって言うだけでも心は変わっていきます。一人で抱え込まないでください。やめたかったらやめていいんです。ここが全てじゃないと思います。次があります。次で頑張ればいいんじゃないですか。体や心より大事な仕事なんてありません。もし悩んでいる人がいれば、自分の体や心を大事にしてください。やめるのはとても勇気がいることだと思います。私も学生時代努力をしてやっと受かった大学病院でした。しかし看護師という資格はとても最強の資格です。大学病院にもう一度勤めようと思えば勤めれます。まだまだこれから長い看護師人生なので、今ここで少し休んだって、足を止めたっていいんですよ。話が長くなりましたが、
私は大学病院に勤めて適応障害うつ病を発症し休職退職を経験しました。それでも今は訪問看護師として働いています。人生なんとかなるもんだと思っています。もしこれを見ている人で悩んでいる人がいれば、やめてもいいんですよ、諦めてもいいんですよ、少し遠回りをしてもいいんですよと伝えたいです。本日はご視聴ありがとうございました。もしよければいいねやコメントの方を待っています。本日もありがとうございました。バイバーイ。